4月26日と27日、東日本大震災の被災地、岩手県大船渡市、釜石市、宮古市で、音楽隊、草加グロリア吹奏楽団による、草加グローバルアクション、希望の絆コンサートが開催されました。震災以降、音楽隊は被災各地で演奏会を開催し、多くの人に励ましを送ってきました。4月27日の宮古平和会館での公演では、軽快な軽騎兵序曲からスタート。東北の歌、青葉の誓いや、新学会歌、誓いの君よ、復興支援ソングの花は咲くなどを披露し、場内から大きな拍手が送られました。観客が指揮者を体験するコーナーなど、趣向を凝らした公演に観客の笑顔がこぼれました。